今回はセブンイレブンのドーンとおむすびのり弁のおにぎりですね。こちら食べていきたいと思いますね。どうですかね、こちらですね。早速切っていきますよ。断面を、結構具材が詰まってますね、これですね。いいんじゃないですかね。早速いただきますよ。やっぱり結構具材が詰まってていいですね、これですね。これは当たりかもしれないですね。やっぱり詰まってると満足感ありますよ。具材がたくさん入ってていいですね。本当にいろいろ楽しめるおにぎりでいいですね。というところで、今回はこのドーンとおむすびのり弁のおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。